はい、お疲れ様です。ヒロアルです。ちょっと夜なんですけど、キャリアカーの、操作の仕方をちょっと軽く説明したいと思います。まずはですね、このスイッチ、このスイッチを入れて、でこれが電源ですね。たら点滅してますけど、これで点滅が消えたんで、これで操作ができます。よいしょ。で外に降りてもらって、でもうさっきちょっと荷下ろししたんで、ちょっと今タイヤが出てるんですけど、このボタンが、3番フロアですね。このフロアのボタンです。で、このボタンが、ここの真ん中、このシリンダーですね、これ。このボタンですね。上げ下げ下げてます。で、これがジャッキのボタン、これがジャッキのボタンで、で、これがこの後ろの台車のエアサスのスイッチ、電源と、上下スイッチですね。でこれが、タイヤの、これが出すボタンですね。今タイヤが出てますけど、タイヤを出すボタンで、格納ボタンで、これタイヤのロック、これ左右、これがロックで、ロックで解除ですね。でこれがさ、この間中さんにも説明しとったんですけど、これがジャッキですね。今ジャッキが降りてます。この8番ね、ジャッキのボタンで8番って書いてるんでですね、ジャッキのボタンで、この6番っていうのが、ここのフロアですね。このフロアがと、こんな感じで宙に浮きまーす。宙に浮きまーす。ヤグラ組むときですね。宙吊りするときにここに車を乗せて宙吊りする感じですね。こんな感じで降りるのはちょっと遅いんですけどね。じゃあね、このフロア、で一応ここにもスイッチが、これはこ
ここのフロアですね。で2番、これが上上がるんで、で上がったらこれがピンなんで、ピンを刺してもらって一番上。で今度今上げたんですけど、今ここでピンを刺したことによって、今度フロアが、今度シリンダーが、あそこにシリンダーが見えると思うんですけど、あのシリンダーが今度下がるボタンを押すことによって、今度この下のフロアが上がってくるんですね。でこれは上がってくることによって、でここがスロープになるので、で今度この下に車を積むことができます。でまあちょっとこれ間がちょっと狭いんで、ここ上げるとどんどん上に上がっていくんで、ここに車が入りやすくなります。でこの上のフロアはここのボタンですね、1番後ろ1番前。後ろっていうのはここですね。ここのボタンですね。で、この前っていうのがあっちの前ですね。前の上下います。今ここを下げて。下げたらここにロック解除ボタン、まあこれPみたいなもんですで、で一番下まで下がります。で下げたらまたPを抜いて、ここは積み込み位置なんで、積み込み位置までピンを下げてあげて、でこのままフロアを下げていきます。こんな感じですね。どんどん下がっていきます。こんな感じ。で、ピンを刺してあげます。で、あとはジャッキを浮かしてで、格納ボタンを押したらタイヤが格納で、ロックしたら、まあ、ここ今切れてるんですけど、
点滅するんで、あとはそのまま設置を下げる。ジャッキが閉まっていったら、エアサスをそしてあげると台車が上がって、で切る。でまた勝手にエアが入っていくんで、で歩みは裏返しにして、ちょっとうるさいですけど、こんな感じで歩みが入ります。よいしょ、蓋になってるんで、蓋を閉めて、この両サイドのロックをしてあげます。ほら、蓋が歩みが出なくなりますね。でこれが歩みの横差し用のですね、これを上に持ち上げて、こうするとこうやって歩みが刺せるようになるんで、これがもう一個ここに回るんで、これを起こしてあげて、ここに歩みをこう 刺す感じですね。よいしょ。これは日頃使わないんで、かつくもこれ畳んでる状態ですね、横に。んで、あとはよいしょ、一応ここにもボタンがあります。これはここは一番フロアなんで、上がるとき用のボタンと下がるボタンですね。でこのスライドっていうのは、僕の足ここなんですけど、これが引っ込んでるんですよ。これがスライドのボタンのスイッチです。ここが一番フロアなんですけど、ここに長い車とか、あとこの下の段に車を積んだ時に、やっぱここのフロアが干渉するんで、干渉しないようにこうずれるようになってます。で、一応ここにもボタンが、これは3番フロアの後ろのボタンですね。上げ下げできるように、今これピンを刺してるんで、もうこれ以上下がりません。両サイドで、これが見えないかな、僕で書くのとか、これがエンジンストップですね。これを押すと今エンジンが止まります。今止まりましたね、エンジン静かになりました。これが何箇所かスイッチがここにもありますし、でこの下にもあって、さっき作業しおったこの下にもスイッチがあります。これが風防の裏です。こんな感じですね。今一番フロアの前です。
応ここに、よいしょ、はしごがあります。ちょっとライトがあるんで眩しいかな。てな感じで、大体のこれがトラックの状態ですね。あと、あ、これもあるかな。ここがね、こうやって折れ曲がるんでね、ここに軽自動車とか積むときに、よいしょ、ここカツカツまで車を出すんで、歯止めがここあるのにね、ここにあったら、ここまで車が来たらこれが邪魔なんで、これをしまうようになってます。はい、てな感じですかね。じゃあ僕は帰りまーす。のんびりと上田で帰ろうかね。てな感じでございまーす。よいしょ。はい、で、トラック今エンジンストップかけてますけど、もうそのままスタートしたらエンジンかかります。で、さっきの100ですね、スイッチ、これが電源なんで、全体の後ろの台車の、スイッチの電源なんで、これが入ってないとボタンを押しても動かないん でこれを解除して、これを解除したい。たら、解除しましたよーってね、ここのランプが消えたんで、もうこのまま解除になりましたよっていうことで、でもこのまま OK ボタンを押したら消えます。はい、こんな感じで、ちょっとした、キャリアカートレーラーの操作の仕方ですということで紹介しました。それじゃあ終わりたいと思います。お疲れ様です。ポチッとなー。